皆さんこんにちは。神戸市民の淡井圭介です。日本人です。2021年、本日は6月2日日本時間です。ロシアとウクライナの戦争に停戦に向けての、復興ということですが、今現状ロシアの方ではパルチザンの人たちが蜂起をして、今志願兵の人たちが、たくさん集まってきてらっしゃると、こういう状況です。で、ロシアとしてはその辺のところをウクライナの政府、ウクライナ軍が行っていることであると、こういうふうな位置づけでキーウ、首都キーウをミサイル攻撃してますが、もうそれやめていただけませんか。ロシアの方たちへのメッセージです。さまざまな、意味含めて双方話し合いで停戦と、この間、ロシアの方がそのドネツク州やクリミア半島などあの辺り一帯の領地を認めてくれるのであれば停戦するっていうことは宣言しているんですが、その辺のところもね、最初にここからここまでを自分たちの領地のものと認めろと、そういうふうに言っても今のウクライナの人たちにはそれを受け入れることができない。現地で戦っている人たちにとってはだからそこは冷静に見極めて、もう本音で話すればいいと思うんです。例えばワグネルの、プリコジン氏さんには私の方からはバフムトのあたりをね占領した時に私から、テレビに向かって言う方法で、プリコジン氏さん残念ながらそこを占領しても瓦礫の山があるだけですと、そこを占領しても何の価値もありませんと、その後復興で苦労するだけですと、そういうふうなことをお伝えしました。で、OK という返事は返ってきていました。で、それが現場の実情であって、そこを占領したところで復興にさらにお金や労働力を費やさなければならないだけであってね、その占領した後じゃあその後何の価値があるんですかっていう話になるんですよ。だからそれ考えた時にもう一旦どこかで冷静になって撤退してもらうっていうのはロシアにとっても最良の選択なんですよね。で、話し合いをしようという形で、まずは停戦の話し合いをするべきだと思いますね。ここで首都キーウをミサイル攻撃を最近続けてますけども、それをすると逆効果なんですよ。ずっと戦争し始めた人たちはまず戦争をしちゃならないことをしてしまったもんだから、ずっと考え方とか行動は逆の方に行ってしまうんですよ。これはもう他のスポーツ選手とかでもどういうふうに崩れていくかを見ていったらわかります。大体みんな髪の毛染めるところから始まって、で、貴金属類、チャラチャラしたものを試合中であるにもかかわらず身につけたり、ひどいものは試合中にガムを噛んだりし始めます。で、そういったものたちが最終的にほったらかしにしてるとどうなっているかって言ったら、この間は西武ライオンズっていうプロ野球球団が日本にあるんですが、そこで、もともと、それなりに、大きな活躍をしていた、成績を残していた選手が、昨年レイプみたいなことをしてしまったと、強制わいせつ罪かもしれません。それは最近テレビの記事になりました。そして、他でもギャンブル後遺症だったりとかね、覚醒剤で捕まったりだとか、そういうのは昔からプロ野球選手でたくさんいます。それも結構名前が通った人たちで、どこか間違えたことをし始めた時に気がついた時にすぐにやめなかったら頭の思考回路が多分変になってると思うんですよ。だから間違えた方向へずっと突き進んでいく。だからそれをどこかで踏ん張って、もうこれは自分たちの方が失敗だったという部分を大っぴらにね、政府内でまず話し合える、公式発表の段階の前にですよ、まずそこまで至りましょう。そうすることによってね、ロシアという国全体がね、
いかにこの戦争を早く終結することがロシアにとって大きなメリットがあるか、ここへ切り替えなかったら終わりが見えてこないんですよね。で、撤退を促している部分もロシアがそのアラブの春のようにロシア国内で今度大きな戦争になってもね、正直我々もどう介入すればいいのかっていうことになってくるんですよね。その私、まあ、今の意見は私個人ですけども、それを多分西側諸国の方たちも深く考えると思います。あんまり他国の国境に入りたくないんですよ、本音として。その後が大変ですから、連れしてしまうとその後の戦争はどちら側の陣営について勝つ負けるかについてのことじゃないんですよね。どちらについて勝ったとしてもその後大変なんですよ。難民の人たちがあふれかえって、でインフラ設備も修復しなきゃならないし、とにかく1年以上戦争なんか続けるもんじゃないですよ。もう最初に何か小競り合いがあった時にね、どこの政府もそうなんですけども、すぐにその情報を双方から落ち着けると、分かった分かったと、もう我々の方で首脳会談するからと、ちょっと現場落ち着いてっていうことで動かれる。これがね、首脳のあるべき姿なんだと思います。で、まあウクライナの件に関しては、最初そのクリミア半島に関してウクライナも戦争はしたくなかったから、ああいうふうに明け渡すような形になっただけあって、そこをねロシアの政府の人たちが心組んであげてほしかったんですよね。彼らは戦争するつもりじゃなかったと、まあ無血開城していると。その人たちに向かって、まあ、住民投票があったにせよ軍事侵攻するのはそれはおかしいんじゃなかったかと、それをね当時軍事侵攻する前に政府内でみんなで言ってほしかった、まあ、これが結局最良の選択肢だったっていうことですね。まあこれが、うん、今の現状の私からの絶対にこの方向だと思われるベストな方向の選択肢を今投げかけました。この情報がロシアに届くのが、まあ、何日かかるかは分かりませんけども、まあ、早期撤退して、国内固めましょう。で、ウクライナとは停戦。それによってね、パルチザンの人たちも大きなその軍事行動を起こす前にね、それこそウクライナ側から言ってもらったらいいでしょうし、もうロシアと話し合いの決着はついたとか、まあ、ある程度のこれから先も話し合いで終わらす見込みがあると、パルチザンの人たちもちょっと自制してほしいと、いろいろ行き違いがあったと、ここで全てが崩壊するのは絶対良くない選択肢であると、まあ、そういうふうな形で話し進めてもらったらいいんじゃないかなと思います。ここはねロシアの踏ん張りどころ、踏ん張りどころっていうのはミサイルを撃ち込むことじゃなくてね、領土に対して、領土拡張に対してね、目がくらんでいたっていうところをねある程度認めてもらってね、もともとある国境を動かすべきではなかったと、まあ、その考え方で定着していただけると助かります。その方が後のその他の地域の戦争の終わらし方についても道筋立てやすくなるんで、皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。まあサウジアラビアやトルコも停戦へ向けての準備があるっていうことをおっしゃってくれてますんで、近隣諸国多くの国がその方向で味方してくれてますし、西側諸国もねきっと話し合いで停戦、まあ、国境どこへ引くかっていうところも話し合いするよっていうことだったら、その方がこちらとしても、望ましいっていうことを皆さん声上げておっしゃっていただけると思います。まあ、G7 でその、まあ、広島の広場で喧嘩をG7 の首脳が行っていただいて、で、原爆資料館とかに入っていただけたのは、史上初のことであって、まあ、平和へのメッセージなんですよね。だからまあ、その辺のところ、まあ、世界中どこの国も、その辺のところで、上げ足取るんじゃなくてね、素直な気持ちでね、もうみんな戦争なんかしたくないよっていうことをね、
伝えてるんです。だからもともとそのウクライナが何度も何度もどうしてもその戦車を渡してもらえなかったら我々も自分たちの領土がっていうことで、その頃はあのロシアが領土をウクライナ領内で拡大してたじゃないですか。だからそれに対してね、まあ西側諸国もそれは戦車を提供してあげなきゃならない状況はできてますし、それを西側諸国に対する不満としてぶつけられてもそれはそれで話違うでしょうし、それまでの西側諸国の反応の仕方もね、最初の方はその武器の供与はどうだとか、するべきかどうかとか、各国の政府内で議論されてましたしね、どこの国ももう本当に戦争したくないんですよね。その辺のところをご理解していただきたいなと。ぜひその路線へ、みんな戦争したくないの路線の方へ、ロシアの政府の方たちもウクライナの政府の方たちも舵を切っていただけると助かります。それでは本日はこの辺で、終わりにいたします。長い間ご清聴ありがとうございました。